ユースフルでは皆さんの人生が変わるような本の一覧ご用意いたしました。ぜひ概要欄の URL チェックしてみてください。題して現場の社員の悩み大解決っていうね。ぶっちゃけ半年間働いて、僕の評価って今どうなってますか？大きく3つのポイントを、実は見ていて、はい、なので視聴者の人もぜひね、参考にしていただきたいんだけど、ここの評価の差分でいくと、後期はものすごく当初の期待値を、ユースフルはやっぱりそういうのを全部表に出していくような会社にしたいなと思うので。はい、どうも皆さんこんにちは。ユースフルのおさです。というわけで本日は新しい動画シリーズご用意いたしました。題して、現場の社員の悩み大解決っていうね。そんなタイトルでやっていきたいなと思います。このチャンネルね、これまでビジネススキル、テクノロジースキルに関してたくさんのスキルお伝えしてきましたが、現場でね、実際に働いている社員の人が抱えている悩み、これについてもね、解決していく必要あるんじゃないのというところをチームで話してたので、本日は現場のね、スキル事業の統括マネージャーであるこうきくんをお呼びしてこの撮影をしていきたいなと思ってます。第1回のスペシャルゲスト、こうきくん、では自己紹介お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。ユースフルのこうきと申します。私は新卒でアクセンチュアに入社しまして、約3年働きました。その後、今の長さんの会社のユースフルで、社員として今年の1月から入社して働いています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コンサル出身ということでね、僕がまあ総合商社でチャランポランなことやってる一方で、いろんな物事を整理するのが上手なこうき先輩、いやいや、日々助かってますけれども、実際にね、働いてる中での悩みって僕も正直わからないところもたくさんあるんで、こういった動画を通じて解決しながら、実際に視聴者の方が抱える悩みそのものにも近づくかなと思うので、こういったものを撮影していきたいなと思ってました。さてさて、じゃあまずはどんな質問が第1回飛び出してくるのか僕は知らないんですけれども、こうき君どうでしょう、実際に働いてみて何か悩みありますか？今僕ちょうど半年ぐらいなんですけど働いて、ちょぶっちゃけた質問してもいいですか？ぶっちゃけ質問いいですよ。ぶっちゃけ半年間働いて、僕の評価って今どうなってますか？評価どういう風に受け取っていただいてるかなと思って、やっぱ気になっちゃう、気になっちゃうんですよ。なるほどね。そうかそうか、確かにね、視聴者の人もおそらくこうご自身で働いてる会社の中で、どう評価されてるのか、上司がどう見てるのかって多分勉強になる、参考になるはずだから、いいよ、素直にお伝えしますよ。いや、ね、YouTube 上でこんなこと聞いてるの話じゃない。ちょっとやっぱ知りたいなと思っちゃって。なるほどね。そうだね。まずじゃあ前提としてなんだけど、じゃなんでこうきをね、そもそも採用したのか。で、その採用時点の僕がこうきに求めていた期待値と、その現状の評価。ここの多分ね、ギャップみたいなところをお伝えするのが一番まあクリアかなと思うので、当時期待していたものと、現状の姿をお伝えします。簡単に言うと、こうきコンサル出身ということで、特定の領域に対してすごい強みを持ってる人間かなっていう評価を採用時点でしてました。具体的に何かっていうと、プロジェクトマネジメントだったり、情報を整理する整理術だったり、組織のオペレーションをこう仕組み化するみたいなところが、コンサルの人たちってすごくこう長けてる印象が僕の中にはあって、やっぱ友達の外婚出身の人間とか見ててもそういうとこすごかったから、後期にはそういうところを期待して採用をしてます。で、実際にその採用要件以外にも、たくさんのクライテリア、たくさんの基準値はあるんだけど、一番そこがこう期待値としては大きかったよね。で、その上で、じゃあ現状の評価なんだけど、はい、通達される気分なんですけど、ね、評価でいくとね、大きく3つのポイントを、実は見ていて、はいはい、でこれは多分そのうちの会社に独特、特有のものというよりかは、多くの会社に共通するような評価指標かなと思います。なので視聴者の人もぜひ、ね、参考にしていただきたいんだけど、具体的には次の3つ、まず1つは成果評価、はい、すなわちその人が挙げた実績がどんなもんなのか、定量的な評価を見ています。であとは2つ目が能力評価、業務に必要な知識とかね、あるいはこうスキルとか、なんかそういったところをこう実際に遂行する力ってどれぐらいあるんだろうみたいなところを見てます。で、3つ目が上位評価って言って、要は仕事に対する働く姿勢みたいな、勤務態度とかね、心構えみたいなところを評価してます。で、この3つって会社ごとによってこうウェイトが違っていて、そこのウェイトについてはお伝えはしないんだけど、秘密情報と、いや別に秘密でもないんだけど、はい、一旦お伝えはしないんだけど、はい、大きくねこういう3つのカテゴリーがあって、でその中でも冒頭期待値として高かったのがやっぱり能力評価のところだよね。プロマネとか仕組み化っていうところはこの能力評価のところに該当するものだと思ってて、ここの評価の差分でいくと、後期はものすごく当初の期待値を、
上回ってきてる、はい、ありがとうございます。そう、上回ってきてると思う、はい、やっぱりねプロジェクトマネジメントうまいなって思うし、あのそれをさ、こう社内の組織のメンバー、うちって今インターン生大体30人ぐらいいるけど、彼らがこう分かるようにテキスト化とかね、マニュアル化とかね、あの動画の研修資料みたいな形でまとめてくれたじゃん。あ、はい、これはね、やっぱりね、組織のレバレッジをこう高めるような一つのアクションだから評価に値するなっていうふうに思ってるし、そもそもそのプロマネのスキルを持ってても人に教える技術とか伝える技術がないとそういうのってできなかったりするから、そこは後期が今までね、培ってきたやっぱりこうビジネスマンとしての素養かなっていうのは感じてますね。ちょっと安心しました。安心しました。ドロップがあれたらどうしようと思って僕なりにお願いするので、はい、まあ、でもあの一方で成果評価とかね、1個目の成果評価とか3つ目の上位評価っていうところでいくと、まだまだこう期待値、あの期待するところがたくさんあって、はい、今後期ってそのスキル事業、まあ、要はユースフルチャンネルから派生するいろんなビジネスを EL 伸ばしていくっていうところに役割任せられてるけど、はい、そこはこうぜひね数字を追いかけてほしいなっていうふうに思ってるし、なんかそれをこう達成する上できっと今までこうコンサル時代にはそのプレイヤーとしての動きが求められたと思うんだけど、はい、もううちの会社に入ってからはさ、もうプレイヤーもやらないといけないし、かつマネージャーもやらないといけないしみたいな。そうですね、はい、スタートアップあるあるだけどさ、もう少数精鋭と歌ってるただのこう人材不足みたいな、はい、私かしらは多分痛感しております、はい、あるかなと思うので苦労はかけるんだけど、でもそれ以上にこうマネージャーとしてのね、いろんな学びをこう得ながら走れるような場所かなと思うので、そこはぜひぜひマネージャーとして、組織にレバレッジかけて成果評価、そして上位評価としてね、周りのメンバーにもいい影響を与えられるようなマネージャーとしての役回りを期待してますっていう感じですね。はい、頑張ります。まあなのでまとめると、視聴者の人にとっても大事なポイント何かっていうと、やっぱりさっき話した3つですよね。成果をきちんと自分が上げてるかっていう、人に与えられたノルマみたいなところを一生懸命頑張ってるかどうか、そして成果が上がってるかどうかっていうのがもうポイントの1つ目で、2つ目は結局その人のスキルとかね、うん、業務遂行能力っていうところで任せられる業務がやっぱり変わってくるから、幅広くいろんなポジションをこうサッカーでもフォワードもできますみたいな、ゴールキーパーもできますみたいな、もう全ポジションできますみたいな人ってやっぱりこう安心感やばいのよ、うん、特にスタートアップだとね、はい、大企業だとやっぱりバーティカルにさ、この業務を君はみたいなこと任せられて、そこひたすら掘り続けるみたいなこと多いんだけど、だから場所によってやっぱりそのスキルの振れ幅って変わってくるし、深さも変わってくるから、そういった意味ではあのぜひ視聴者の皆さんも自分が今いる環境を見定めて、バーティカルに掘るべきか水平ホリゾンタルに掘るべきかみたいなところは考えるといいかなとは思ってます。確かに、はい、会社によっても違いそうですね。そうだね、うん、まあ、最後の3つ目は、まあ、あの働くって仕事に対する姿勢ね、はい、まあ、あの後期はさ、すごくプロフェッショナルだなと思ってて、いやいやいや、はい、なんかさ、座右の銘とか持ってんじゃん。そうですね、一応なんかうちのさ採用ホームページにさ座右の銘書いてたでしょ、はい、そうですね。何だったっけ、あのコンサル社に植え付けられたものがありまして、一応書いてたのがあのプロフェッショナルの世界では努力には一切評価されないっていう、まあ、座右の銘があるんですけど、プロフェッショナルの世界では努力は一切評価されない。あ、そうですね、かっこいいね。そうですね、コンサル時代にこういくら頑張ってても、うん、結果出なかったら評価されず、むしろなんかただ頑張ってて効率悪いやつみたいな感じに、むしろ受け取られかねないぐらいのやっぱ厳しさがあったので、特定の分野でプロフェッショナルの結果を出すためにはやっぱもう成果が出るまでやる気しかなくし、はい、評価はそこでしかされないんだよっていうのを、うん、あの痛いほど味わったので、そこは持って仕事するようにはしてます、ね、うんうんうん、なるほどね。でもそこってなかなかこう気づけないポイントだったりもするよね、はい、そうですね、そういう上司とかさ先輩がさ諭してくれないと、なんか人間屋敷に流れるじゃないけど、そんなマインドにならないから、い、ね、はい、胃がキリキリしながら働く経験できてよかったなとあの当時はなんでこんな言われ方されないかみたいなと思ってたんですけど今は思うと逆の立場、はいはい、まあそう思うよね、自分がひどかったなって、うん、なるほどね、うけども、やっぱそこでこうきちっと言ってもらったりとか、そういうふうな接し方をしてもらえるのは、うんうんうん、すごく良かったことなんだなって、今になって、今4年目とかなんですけど、すごく、うんうんうん、なるほど、まあ、なんか外資コンサル時代の働き方みたいなテーマで、あの特集チャンネル上で、あのコウキが出てる動画もあったので、あのぜひね、それ概要欄に貼っておきますんで、コウキ君の働き方見てみてください。で、一方で、あのこの動画を見ている人たちって、社会人でこう日々スキルアップしたいっていうモチベーションで、このチャンネルを見てくださってる人が多いんだけど、僕の方からコウキへのお願いの一つにさ、はい、プロジェクトマネジメントの仕方だったり、はい、議事録の取り方だったり、なんかこういった組織運営をしていく上では欠かせないような
ビジネススキルみたいなところを今社内でこう展開してくれてる資料をまさにこう表に出したいんだけど公開しちゃうっていう、うん、はい、動画撮ってもらってもいい？あの撮らさせていただきます。はい、撮らさせていただきます。いいね。ユースフルはやっぱりそういうのを全部表に出していくような会社にしたいなと思うのでなんかやっぱりタレントが働いてる会社だからこそ、はい、ぜひぜひなんかそういうのはこのチャンネルを通じて出していきたいなと思いますので、じゃあ撮ったら今日のこの動画の最後のところにちゃんとここに貼り付けておきますし、 あとは概要欄の方にも URL 貼っておきますんで合わせてみてみてください。焼いて撮ります。じゃない？これ結構面白いなこのシリーズ。そうですね。あ、でもこれまでの形と結構違うんで、なんか見たい人は見たいかなっていうのはありそうですね、うん。でもやっぱり現場で働いてるといろんな悩みあるわけじゃん。そうですね。で多分それをさ、悩みとしてストックしてる人はいつか課題解決につながると思うんだけど、悩んだまんまにしておく人たちって結構いると思ってて、なんかぜひその僕としては後期にその悩んだものを自分で溜め込んでおくんじゃなくて吐き出す場所としてここを利用してほしいし解決につながるような場としてのこの使い方もしてほしいから、なんか2回目3回目もちょっと後期先輩からいろんな話を持ってきてもらいたいですね。業務上の悩みとかを話して、うんうん、こんなことがあるんですよねみたいな。そうだね。なんかもう少し今日は噛み砕けばよかったなと思ったんですけど、なんか要は評価気になってるんですよねみたいな、なんかどういうふうな観点でこう経営層の方って評価観点設定してるんですかみたいな形でやればよかったなと思ったんですけど、うんうんうん、なんかそこがちゃんと寄り添えるコンテンツにできれば、ああそうなんだよね、そこ気になるんだよね、うんうんうん、どんなふうにやってるんだろうっていうふうな視聴ニーズあるなって思いました。確かにね。なんかその現場で働いてる人の悩みってさ、やっぱりそこにもレイヤーがあると思ってて、後期ってさプレイヤーでもありマネージャーでもあるから、もしかしたらプレイヤーの悩みよりもマネージャーとしての悩みの方が日々現場の中で感じてる可能性が高いんだよね、僕の中では印象として。そうですね。で視聴者の人も多分マネージャー職の方たくさんいらっしゃるからそこにこう悩みをこうぶつけに行くような演者として今後出てきてもらえると、もしかしたら後期としての特有なポジションが取れるのかもしれないね。そうですね。っていうなんかコンテンツ制作の話になっちゃったんですけどいいね。あ、でもこういうのもいいね。そうですね。わかりました。でもなんか型探せばちゃんと査定できるものありそうですよね。まあ僕さ、うんうんうん、あの組み合わせもそうですし、有識者さんでも、かつ結構こういうのって量産できるイメージあるんで。うち今社員が5人かな、10月1日で5人になって、今後もね採用を増やしていきたいな、採用マーケしていきたいなとも思ってますので、なんか各レイヤーごとの悩みを直接僕にぶつけに来るみたいな、そんなシリーズ展開にもしかしたらなるのかなって今話しながら思ってました。まあじゃあなんかすごくいい第1回になったかなと思いますので、次回もぜひコキからのお悩みお待ちしております。はい、持ってきます。はい、ありがとうございます。ぜひですね、皆さんも会社に評価される人材なればなるほどね、自分の人生働き方が変わって暮らし方も豊かになって、いい人生に突き進んでいくことになるかなと思いますので、引き続き、こちらのコンテンツ、こちらのチャンネル、ベルマークのクリックまだの方はポチッと押しておいてください。次の動画たくさん上げていきますよ。コキくんのプロマネの動画期待しております。では本日はここまでにしましょう。 See you next time. バイバイ。ユースフルでは皆さんのビジネススキル、テクノロジースキルが伸びる、人生が変わるような本の一覧ご用意いたしました。この本めっちゃ役に立つよね、なんで教えてくれるのというぐらいね、驚くぐらいの情報が乗っかった本のリストですので、ぜひね、ユースフルのメルマガ情報、最新の情報と合わせてダウンロード登録よろしくお願いいたします。概要欄チェックです。